観音織物株式会社代表の観音です。完全にですね、無料でサンプルを作って、そして気に入らなければ、あなたが気に入らなければ代金はいりませんっていうのは本当ですか？よくご質問いただきます。後でですね、請求されるんじゃないかとか、気に入らなかったとしてもですね、肩代だけでも請求されるんじゃないかと、そういった、ご質問をよく聞きます。で、今回なぜですね、こういった保証をするのか、それについて、あなたに説明したいと思います。理由は2つあるんです。で、両方とも単純なんです。で、1つ目の単純な理由なんですけども、これはですね、一度ですね、あなたが私たちのタオルをですね、手にしていただければ絶対気に入っていただけるという自信があるからなんです。私たちは30年以上前からですね、オリジナルのタオルを作ってきました。で、よく販売店なんかで売られているようなタオルであるとか、コンサートなんかで売られているタオル、こういったものを中心に扱ってきました。ですから、品質には自信があるんです。ですからぜひ私どものタオルをですね、触って、持っていただきたいなという理由が一つ目の理由なんですね。もう一つの理由も単純です。それはライバルのタオル業者さん、誰もこんなことをやってないからです。インターネットでですね、調べていただいたら分かると思いますけども、他の業者さんやっていません。サンプルを作ってですね、それで気に入らなければ全然代金は請求しませんよなんて言ってるところはありません。なぜならですね、これは非常に大きなリスクがあるからです。サンプルを作って、失敗までしたら全部自分で自分の首を絞めることになるからですね。だからですね、逆に言うと私たちがですね、そのリスクをですね、ちょっと背負うことによってですね、オリジナルタオルを作るにあたって絶対失敗したくないという、お客さんのハートをですね、がっちりこう掴むことができる。そのように思ったんで、今回このような、ことをやってみました。まあ、テストなんですね。ですからこの機会にぜひ、お問い合わせいただくようよろしくお願いいたします。